はい、皆さんどうもテントモです。それでは今回はこちらの 1.5 周年限定 MS ガシャ新モビルスーツガンダム試作3号機ステーメン素体チャレンジやっていきたいと思います。はい、実装されてから約1日、まだ1日は経ってないんですけど、今朝収録しておりまして、5月31日の朝の8時ぐらいに収録しております。で、まあ昨日ねステーメンの動画出しまして、まあ引かなくてもいい理由っていうね、そういう動画出して、で、まあその前にもステーメンだけにステイしようっていうね、まあそういう動画も出しまして、で、まああれから情報がアップデートされてきておりまして、まあそのね引かなくてもいい理由っていう動画の中で、引いた方がいい理由っていうのもまあ一つ話したんですけど、まあやっぱりクランバトル、絶賛開催中のクランバトルのスコアタック的には、まあやっぱりおそらくね、このステーメンは人権級の働きをしてくれるんじゃないかっていう、まあ毎度のごとく、毎度の限定機体のごとくね、うん、っていうまあ予想だったんですけども、クランバトル意外とステーメン人権ではないのかなっていう、そう、ちょっと意外でした。うん、それはちょっと意外でございましたが、逆に0度でやばいっていうね、そう、0度バトルで猛威を振るってる、みたいで、みたいというか、まあ僕もねちょっと借りて使ってみたんですけど、まあうちのあのユニコーンガンダム NTD、 あれと遜色ないぐらいで、まあこのステーメンの突具合、超越具合によってはユニコーンよりも上回るっていうね、そう、なので0度で困ってる方、0度でダメージを出せなくて困ってるっていう方にはすごいもってこいの機体なのかなっていう、うん、そこがちょっと変わったところですかね。クランバトルの評価はちょっと逆に下がったんですけど、うん、まあでもまあ長くプレイされてる方は0度バトルね、まあそんなにダメージが出せないっていう感じではないのかなとも思うので、まあこいつがいることで早く済むっていうね、そういうメリットあると思うんですけど、まあ僕もまあこいつはね、こいつがいた方が全然早く片付けることができると思うので、まあ昨日よりはちょっと欲しくなった感じかな。うん、はい、ってことで、うん、そこぐらいかな、アップデートされたのは。まあやっぱりね、来月パート2が待っているね、パート1っていうのがなくてMS ガシャだけで終わっているんだったら全然ね、貫突まで行ってもいい状況なんですけど、パート2が待っているので、で僕はフェネクスを待っているので、うん、来月は、まあ、より新しめの機体が来る、でフェネクスが今度こそ来るっていうね、そういう可能性がありますし、まあ、もしくはイクセスね、この辺のまたかっこいい機体が、まあ、ステメをかっこ悪いって言ってるわけじゃなくて、うん、僕的にはイクセスの方がいいかなっていう、うん、やっぱりこっちにね特貫したい、裏気象医特貫しますじゃないけどねそっちに特貫したいっていうのがありますので、でまあなんといってもガシャラインナップ更新ね、一新されるのがパート2からという感じなので、はい、ではね、また同じようなことを話しているので前置きはこれぐらいにして、ガシャ行きましょう。久しぶりのガシャですね、2週間ぶりぽいです。エンゲージの日以来、有志エンゲージのガシャは引いてない、まあ、無料ガシャ1日1回のやつ以外は。はい、さあ僕の運勢どんな感じになっているんでしょう。まあそんなに悪くはない、今月、まあ他の比べるガシャがあんまりないんですけど、まあでもダグドールね、今月初めのダグドール神引き、まあダグドールは引けてないんですけどね、2枚で、UR2 個っていうね、そういうこともありまして、で他のゲーム、プリコネとかすごい今えぐいんですよね。今プリコネがナンバーワンのガシャ運になっております。無料10連、無料10連で限定限定って感じで当てちゃって、うん、そうそう、なのでさあどうかな、行きましょう。うん、まあそんな悪くないと、総じて悪くないと思うので、はい、4.5%、そして
ガンダム試作3号機ステーメン 1.5% で 0.052% のすり抜け、まだ初期機体が入っております。いきます。途中で無料ガシャとかチケット挟むかもしれません、調整のために。今日ね、あれだ、あの ZZZR のガシャが終わるので、昨日終わらず今日終わるので、まだチケット引いてないのでこれは引かないといけません。これを途中で混ぜようかなと考えております。ではとりあえずステーメンいきます。ステーメンが早く引ければ浦木少尉いけるんですけど、さあどうなるか。まずはチケット1連目、 1.5 周年でいいのかな、これ 1.5 周年アニバーサリー、 1.5 周年限定 MS ガシャパート1チケットを消費してガシャを実行します。よろしいですか。よろしいとも、テントも、狙い撃つぜ。 1.5 周年おめでとうございます。お、初手長いよ、初手長いよ。あれ違ったくそ、長いと思ったのにな。はい、ゲルググマリーネスタート。はい、ではでは、単発が今月 UC は良かったけど、まあちゃちゃっとね10連で済ませたいと思います。ダイヤ20万ありますが、約20万ありますが、これは本当に欲しい機体で使っていきたいと思っておりますので、なるべく使わずにいきたいと思っております。では10連目狙い撃つぜ。どうだ、よし、まずはなんか普通だね、そんなに長くもなかったし、普通が一番。さあ来いステーメン。お、バナージ来た。そしてフルは来ないが、バナージパターンだけでも大丈夫。さあ来て、あー最低保証、これは悪いな。流れを変えよう。目星機体はドアンザク、トゥーペアが2つありますね。いやーどうしよう、どうしようもこうしようもない。まずは無料ガシャね、無料ガシャで調整しましょう。はい、よし、これで再び戻っていきます。 ZZZR も行くか、いやゆっくり行こうチケットは慎重に使っていきたいと思います。20連目お願いします。来てくれステーメン、狙い撃つぜ。引かなくてもいいと言ったけどね、引かなくてもいいとは言ったけど、今実際引いているので来て欲しい。お、何もない、何もないパターンの場合はカットインがなかったら来るんだったっけ、カットインが両方なかったら来るんだよね。あらあら、シャアが来た。これはヨッシャーパターンじゃないかどうか。あー、うわ、最低保証、最低だ、2連続最低だ。まあやっぱりね、ステイとか引かなくてもとか、ね、そういうことを言ったからかな。これはちょっと撤退してもいいかな。うん、これはちょっとダメなガシャかもしれん。まあまだ20連しか引いてはおりませんがね、おりませんが、千賀さん頼みます。千賀さんね、メジャーで活躍中の千賀さん頼みます、運を分けてください。ではこういう時は単発ですよね、今日は単発日より、今月は単発日より、そういうことなのかもしれない。いきます、単発シーン。本日単発は2連目ですね、狙い撃つぜ。さあ単発に切り替えることでハロは来ない、
はい、どんどん行きましょう。23連目狙い撃つぜ。ダメですね。はい、もうちょっと行きましょう。24連目狙い撃つぜ。ふむ。はい、では25連目でちょっと ZZZR 挟んでみましょうか。狙い撃つぜ。ほい。はい、ということで単発もダメ。はい、流れを変えます。では ZZZR こちら。あれ、なんか僕今月なんか、あ、そうだ、チケットは2枚引きだ。2枚引きで紙引きしたんだった。そうそうそう、だから1枚引いたと2枚引きます。はい、では ZZZR 貴族星の重装機欲しいんですよ。こいつがいればステイメンもね、より輝かせることが可能だと思うので、いきます。狙い撃つぜ。早いくそー、やはり2枚引きなんですよ。そう、今月は2枚引き。ダグドールと同じく UR 2つ来てくれ。狙い撃つぜ。早いダメか、くそー、今んとこは最低保証ですね。どうしよう。あー、フェネックス買えるか。そう、ここがフェネックスなので、これをやっぱりゼフィーに、我が愛機ゼフィーにね、変えるべきということで、これで万全でしょう。はい、では単発30連目までいきます。26連目狙い撃つぜ。いや、なかなか来ないね。くそー、ちゃちゃっと、とりあえず初期機体でもいいからね。27連目ね、ラインナップ一新とか関係ない状態だからね。狙い撃つぜ。いやー、全く来ないな。ちょっと待って、これはやっぱり引かない方が、パート2の方が絶対引ける。うん、そんな気がします。何とでも言えますが。はい。28連目。狙い撃つぜ。ダイヤ19万切ってしもうた。いやー、来ないね。なんかこいつよく来るな。29連目。狙い撃つぜ。あー、ダメだ。ほい。というか、アメリアとか、ザクトゥーとか、あの辺も来ませんね。呪われてるのか、今日は。それでは、ラスト30連目。単発10連目。狙い撃つぜ！早すぎる。いやー、30連あっという間。いや、どうしよう。どうしようもこうしようも、あ、どうしようもこうしようの、こう、こうを引くか、試しにこう、こう引いてみるか。どうしようもこうしようもないで、こう引いてみるか。うわー、当たれー。よし。まずはチケット。来てくれ。裏気象医。狙い撃つぜ。キャラガシャの方が、今日は引ける。そういうことか。どうだ、ほらね、そういうことなんですよ。さあ、もう一つ、もう一声はなかった。まあいいや、でも SR 悪くないよ。バーニー。はい、ということで、ではうん、単発？いや、従来。行きましょう。裏気象医に特貫します。10連分だけ。狙い撃つぜ。さあ、キャラガシャ。どうだ。
さあここは開く。もう一つ開いてほしいが、いかないか、いかないか。くそ、こう裏木で吸ってしまった。めぼしいキャラクターもいませんね。さあどうしよう、さあどうしよう。あー、これも引いとくか。受動した、最新受動。とりあえず1連狙い撃つぜ。はい、いやこれはちょっと爆死の予感が漂っております。マジなこれは。まあ、いや2連2枚引きいきます。狙い撃つぜ。とりあえずチケットはこれで消化はしました。いや今日は全然当たらないな。ダメだ、どうしよう。ふむ、どうしよう。他に何か手はないか。よし、これだ。超バサス極み。これにちょっと手を出してみたいと思います。UR 排出率 6% ということで、ね、ここでちょっと流れを変えることが重要かなと。これはね、単発10連でちょっと試してみたい。ね、確率が上がっておりますので、まあ、ピックアップ本当に欲しい機体の確率は、まあ、3% 限定機体は 3%。 あーでニューガンダム、そして横浜ガンダム持ってないので欲しいね。 あとペーネロペ、はい、まあ、あとはゼータガンダム、キュベレ、福岡サザビ、この辺とつりたい。はい、では単発ね、 6% なら単発進降臨するでしょう。いきます。これ何連目とかわかんないんですよね。で僕はね、超 VS 極みは年末ね生配信やってめちゃめちゃ超えぐい神引きになったので、ジオとねペルフェク、パーセンテージ何パーセントでしたっけ。 0.214%、 あの時と同じかはちょっと分かりませんが、うん、引き当てたので、狙って引き当てた男なのでいきます。はい、信じるよ。狙い撃つぜ。どうだ。さあこの判断は間違いだったのか。2連目狙い撃つぜ。 6% 見せてくれ。 6% なんだろう。3連目狙い撃つぜ。普通にスキップを押してしもうた。4連目狙い撃つぜ。ちょっと長かったね、見逃さねえよ。はい、ハローが来ました。さあ本日初の UR 頼むよ。カットインはないが、シャアは来るが、さあどうだ。ここでいけないか。SR、 くそスタークジェガン。まあ流れは良くなったと信じて続けていきましょう。何連目だ。もうわかんねえ、わかんねえよ、何連目だよ。4連目、5連目、4連目かな。狙い撃つぜ。わかんない状態の方が
当たることもないのか。5連目狙い撃つぜ。くそ、何連目か表示してください。前も言ってた。はい、とりあえず6連目と信じて狙い撃つぜ。来たか。あ、違う、来た。あ、ダメだ、今日ダメだな。7連目狙い撃つぜ。うわ、全くダメだ。そう、ダイヤ、せっかくのダイヤがなくなっていく。8連目狙い撃つぜ。くーくーそー、やらかしておりますか。これは9連目狙い撃つぜ。いやー、 6% 単発ダメだったか。はい、では10連目いきますね。ズサ頼む、ズサ。よし、狙い撃つぜ。はあ、ちょっと待って、全く UR がヒットしない。これはハマっております。30、10、そして6、46連ヒットしてない感じですね。そろそろ来るだろう。で、そろそろチャージ、マイレージが溜まってるはず。いきます。よし、まあ言うてまだね、40連目なので、先月サザビーが30連だったので、まあこれぐらいで50連以内お願い。狙い撃つぜ。そろそろ、お、来たんじゃない。今ローディングがなんかブレたよ。ブレ玉、ブレ玉来ました。おい、よし、ハロ。よしよし、これは多分 UR は来た。うん、なんか重さを感じる。ユニコーン、重さを感じます。画面に重さを感じます。バナジ来なかった、来るだけだけど重さを非常に感じているので、これは来てくれる。金色がいっぱい来た。そういうことか。あかんねえ、あかんねえ、あかんねえ、あかんねえ。アメリア、アメリア来た、ようやく。アメリア来たからね。で、SR も4体来たので、よし、50連で撤退したい。頼む。はい、50連ここで終わらせようじゃないか。 UR が出ない悲劇を狙い撃つぜ。頼む、アメリア。長かった。今度こそ SR が、 SR じゃない、 UR が来る。ちょっと長かった、暗闇がちょっと長かった。僕まだニューガンダム見てないんですよ。ニューガンダムエースまだ見てないっていう。あ、よし、ようやく抜け出すことができました。アムロ&シャーで来ました。 UR50 連か、総合計だと60連ね、66連。はい、66連じゃないか、キャラガシャも引いてた。そうかそうか。70連。はい、2番目か。 GP02 だったらね、2番目なんですけど、03だからな。ガンタンク頼む。お正月のあのガンタンクではないのか。そうか、めでたい感じではないが、いきますね。08ね、 WAT3 も08入っております。ではガンタンクの赤いボタンを狙い撃つぜ。あー、僕の期待ではあるんだが、バンシーノルン、まあ嬉しいんだが、もうちょっと使ってない最近は。うん、二突ですかね。先月引いたんだっけ。
すり抜け。くそ。おめでとうございます。運が良かったみたいですね。まあ悪くはないんだけど。ああ、こいついる。量産型ガンキャノン2。まあ今回はまあ悪くはない10連でしたが。いやー、来ないね。うわ、どこまで僕引くんだろう。素体。素体は欲しいとこ。はい、行きましょう。60連目か。100連。最大100連かな。全然ステイしてないじゃないか。ここでもう撤退するべき。次のガシャ的には撤退するべき。まあでも 1.5 周年ね、行こう。はい、では、合計でだから70、80、86連って感じか。はい、では行きます。70連目、60連目か。狙い撃つぜ。頼む、ノルン。よし、60でした。60でした。久しぶり。なんかダウンロードでなんか新機体ゲットするの久しぶり。サザビーの時もダウンロードなかったし、でその前はニューガンダム引けてない、で横浜ガンダム引けてない、ジオング以来。あ、でもジオングダウンロード覚えてないな。はい、おー、よし。ワーニングもなんかすごい久しぶり。全部が久しぶり。ありがとう。僕まだニューガンダム見てないんですよ。お久しぶり、ありがとう。お、初めて。人が人に罰を与えるなどと、この私が粛清しようというのだよ。うおー詰まってたんかーい、詰まってたんかーい。えぐー、えぐー、えぐい。うわ、鳥肌。マジかよ。ピックアップ確定だけでもう良かったのに。すげえ。うわ、えぐい。ここまで詰まってたんだね。マジか。3個来ちゃった。すごい。初めて、ニューガンダム演出、初めて見ることができました。ガシャリニューアル以降。他の演出はすべてもう、コンプリートというか、全部他は見ていたんですけど、ニューガンダムだけ、ニューガンダムだけずっと来なかったんですよ。それがこの 1.5 周年に来てくれるなんて、こんなに嬉しいことはない。やりました。ありがとうございます。これはステイメン確定ですね。はい。どこに紛れているステーメン。そして他の2箱はなんだ。えぐい引きです、これは。全部ステーメン頼むよ。一つ、そして二つ。お、これは、ああ、やったー、未所持ゲットでございます。これは意外でした。ガンダムナラティブね、フェネックス来なかったけど、違うナラティブの機体 DJ ルを紹介しよう、来ました。最新 DJ だね。アムロの DJ じゃなくてね、新しい DJ、いつだっけね、シルエットクイズの。やったー、嬉しい。やったぜ、よかった。初期機体とかじゃなくてね。いや、新しい今年の機体。うん、これは当たりです。はい。そして、あと2体。3、4。はい。ジム。幸運のジムの次は、5番目。どうだ？おー、やった！ハンマーハンマー。貫突。達成でございます。なんという60連目だ。
二所持ナラティブゲットからのハンマハンマ悲願の貫突、やった。こんなに嬉しいことはない。本日2回目うわこれは永久保存版や、僕的にこの10連の部分だけ。うおー、ハンマハンマようやく来てくれた。4凸でずっと待っておりました。セレクトチケットも使わずにやりましたよ。ハンマハンマ完勝させますね、 1.5 周年で。はい、嬉しい。アリーナで使ってみたかったんですよ。うん、ってことで次行きましょう。お待ちしておりました、ガンダム試作3号機ステイメン、カモン。ちょっと時間はかかりましたが、最後に見せる男テントモン、ガンダム試作3号機ステイメン、無事に素体ゲットでございます。60連目、結果的に60連、いいんじゃないでしょうか。いやー、すごい60連目でした。いろんなものが詰まってる60連目でした。いや、最後にこんなドラマがあるとはね。はい、ありがとうございます。ありがとうベトラちゃん、今年もよろしくね。今年これからもよろしくね。はい、アメリアもいる、ジムアメリアね、完璧な60連目でございました。はい、ということで、とりあえずもういい締めをしたいと思います。コウウラキ、これはちょっと考えて、はい、うん、浦木翔以外でも活躍させることができないかっていうのをちょっと考えて、一応浦木翔に10連引いたからね。うん、はい、本日は60、そして浦木10で、超馬刺す極み10、80ね、プラス ZZ6、 86、無料貸しは含めず86。はい、あ、もう10連引いとくかね。最後これで引けなかったらとりあえず撤退します。17万50で撤退します。いきます、浦木翔尉に再び突貫します。狙い撃つぜ、頼む、当たれ。どうだ、神引きの流れ途絶えてないか。そこで終わるべきだったか。あれ、ちょっと待って、あ、おおおおお、これも来た衝撃なラスト20連、ラスト20連が衝撃な展開でございます。 UR3 つ、そして UR2 つ、演出なし、今度は逆に演出がなしということで、さあどうかな。ダウンロードがなかったんですけど、キャラガシャはあんま関係ない。行きましょう、さっさと行きましょう。ほい。あー、バナージ。バナージか。このバナージは、あれだ。NTD。ね。緑属性の。はい。マッシュ。マッシュ頼むよ。マッシュ。マッシュ。オルテガ。すまん。どうやら無駄だということが分かっていないようね。レコアさんの声でしたね気づいたよ、レコアさん特徴のある声。レコアロンド、これはヘイズルか、ヘイズルのパイロット。僕ヘイズル持ってないんだよな。ヘイズル以外で使えるのか。そして僕はサラハなんだよなまあでも未所持ありがとうございます。やったぜ、ベトラちゃん、再びありがとう。やったー。これは流れがすごい。来てる。はい、本日の合計が次で100連超えるので、はい、次で仕留めましょう。次でコウウラキ仕留めましょう。レコアさん、頼む。
レコアロンド、ロンド、リンブ曲、最後にリンブ曲ね、ロンドを奏でましょうか。いきます。浦木少尉に三度突貫します。狙い撃つぜ。さあ、神引き、神引きからの開くパターン、そして最後どうなるか。おお、開いた。すごい、急に来ました。急に来ております。急に来ておりますが、さあ最後10連目行こう。リュウさん、ジンとくる、ガルマ、オルテガ、ガイ、おお、マシオルテガ、ガイア来た。解散、ジンとくる再び、リュウさん再び、そしてカレン、ジョシュア総長、08からの、いけ。あー、しゃー、よっしゃー、よっしゃー、一突、よっしゃー、シャゲルのシャー、よっしゃー。はい悪くないキャラクター。はい、くそ、泣きの10連だ。 1.5 周年なんだ。また来月末までにはある程度たまるっしょ。いきます。まだ40連だ。浦木少尉、やはり専用機のセットにしたい。いきます。狙い撃つぜ。よたび突貫します。長かったよ。さあ、勢いに任せておりますが、後で後悔、後悔しないよ。お前は何者だ。私は必ず帰ってくる。私にも命が見える。この裏切り者が最後まで諦めちゃダメだ。まだ終わらない。争うつもりはない。手やるさ。様がいなくても、たかが石ころ一つ。バカなことはやめろ。やってみなければわからん。素晴らしい急に来ましたね。あの60連目から UR が途切れません。そしてこの演出はもう、4回目ぐらいですけど、はい、何度見ても嬉しいね。ありがとうございます。コウウラキゲットいたしましょう。ウラキ少尉特艦できました。うわ、やったぜー。コウウラキ専用機のセット成立することができた。嬉しい。引いてよかった。引き続けてよかった。撤退、序盤で撤退も考えましたが、結果的には、100連で専用機のセットできました。悪くなかったんじゃないでしょうか。はい、 1.5 周年なので、まあやっぱりね、揃えないとずっと配信し続けている身としましては、はい、ありがとう、ありがとう。おめでとうございます。運が良かったみたいですね。すごい、バニングさんいる。バニングさんもいるそういう時は身をかがめるんだ。バニングさんもいる。やったぜ。コウラキ&サウスバニングセットでございます。気分よく終わりましょう。はい、もうこれ以上はいきません突はしません。はい、あとはもうパート2に備えるだけです。はい、これはもう完全にプレミア公開ですね。はい、ではまた夜に公開しようかなと思います。ということで、はい、ここまで見てくださってありがとうございました。最初はね、最初から中盤まではちょっとね、爆死的な感じでしたが、最後に凝縮していた、そういう 1.5 周年チャレンジでございました。では今回はこれで以上となります。いかがでしたでしょうか。よければいいね&チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ジーク 1.5 周年